こんにちは、無重力のまさとです。今日はアブローラーをやっていきたいと思います。本日はこのアブローラーを使った挑戦動画を撮っていきたいと思います。今回挑戦するのが、立ちコロのマックス回数に挑戦したいと思います。今回はちょっと違うジャンルですよ。僕は今までね、自重系の自分がぶら下がる系とか自分で浮く系がね、多かったんですけどね、今回はこのアブローラーっていう器具ですね、このアブローラーを何回できるかっていうのに挑戦してみたいと思います。僕がこのアブローラーを始めたきっかけっていうのは、まあ前回も話したと思うんですけど、この YouTuber のね、今かなり有名なサイエマグレードさんっていう方がいて、その方がもうアブローラーすごくて、もうアブローラーの向こう側っていうような技をいっぱい生み出していて、このアブローラーをさらに進化した技っていうのをいっぱいやっていたんですよね。それに憧れて僕もアブローラー始めたんですけど、で、初め膝コロから始めて、まあ立ちコロまではできるようになったんですけど、まあそこから僕はストリートワークアウトにハマっちゃって、まあアブローラーを一切やらなくなってしまったんですよ。最近腹筋にまた力を入れ出してからアブローラーを再開したんですよね。でもまあ1日にまあ5回から10回やるかやらないかぐらいしかやらないんで、そのマックスっていうのに挑戦したことがないんで、まあ今回やってみようかなと思います。まあでも期待はしないでほしいです。これに関しては本当に自信ないんで、全然このアブローラーに関してはね、僕よりすごい方いっぱいいるし、もうサイエマングレードさんに関してはもう異次元なんで、まあ僕はその超人チャレンジとかじゃなしに自分の記録に挑戦するって意味で今回やってみようと思うんで、ちょっとまあ皆さん温かい目で見守ってください。多分そんなにこんな何回も何回もできないと思うんで、まあ自分の限界挑戦したいなと思います。まあやる限りはフォームはある程度守ってやっていきたいと思うんで、まあそこはちゃんとやっていきたいと思います。それでやっていこうと思うんですけど、ちょっと目標を言ってなかったですよね。とりあえず目標は決めとかないとダメなんで、目標は20回を目標に頑張りたいと思います。それではご覧ください。正直まだできたといやできたんですけど、もうこれ以上やったら腰が壊れそうでした。腰がバキ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 言ってたんですよ。いやー、まあ、このアブローラーっていうのは腹筋種目なんですけど、腰にかなり負担かかるんですよ。だからそんなに高回数やるのは良くないと思います。いやでもサイヤマンさん本当にすごいですね。いや異次元ですね。あの人 100回以上やってるでしょ。もう僕20回ようやくでしたからね。ということでね、フルプランシェができてもこのアブローラーっていうのができるとは限らないです。全く関係ないです。本当に改めてサイヤマンさんすごいなと思いました。いやーもうリスペクトしてたんですけど、これさらにリスペクトですよ。
だって体重も僕より全然ありますからね。僕より体重全然あるけどアブローラーあんなにスイスイやるんですからね。すごいです本当に。いやでもいつかねアブローラーコラボやりたいですね。まあまあボコボコにされるのは分かってるんですけど、もう僕やれるだけで嬉しいんで、いやいつかそういうコラボやりたいなとか思いながら、まあ、僕はこれからもちょっと YouTube 頑張りたいと思います。まあ僕はプランシェだけじゃなくこのアブローラーも全て含めて、まあ、トップレベルでいたいっていうのがあるので、もうこれからちょっとトレーニングやりたいと思います。アブローラーのねアブローラーもね、まあいつかは50回ぐらいはできるようになりたいですね。まあそのためにはまず30回を次頑張ろうと思います。まあ、ちょっと腰には気をつけて、ね、腰の怪我には気をつけながらちょっと練習したいと思います。ということでアブローラーやってる方多分結構多いと思うんで、ちょっとこれから切磋琢磨して一緒にやりましょう。やっぱりね自分のそういう苦手な部分があったら悔しいですよね。まあ、全てにおいて上を目指したいという気持ちはやっぱあるんでね、まあ、研究は強いっていう気持ちがあるんで、ということで僕のアブローラーの、マックス回数は20回でした。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。